久しぶりにスーパーカブをちょっといじったんで、現状をもう一回撮影しておこうかと思います。パッと見で何でしょうね、わかるかなって感じですが、あの冬場ずっと買ったのが2月ぐらいに買って、でもうとっととハンドルカバー、あのダッサい配達カブとか扱ってるようなあの黒いハンドルカバーをつけてたんですけど、夏場はちょっと特に雨上がりとかにすごい蒸れてべっちょべちょになって気持ち悪かったんで外しました。で外したら今度やっぱり手に風が当たると、私なんかの長距離乗ってると手がしびれるんですよね、よく。なんでそれが嫌だったんで、Amazon で適当な安い汎用の、ナックルガードっていうんですかね、ハンドルガードをつけました。これが何でしょう、2000円ぐらいだったかなとかで、特に何もなく適当に買ってつけてちゃんとついたんですけど、これ私もちょっと覚えてないんですけど、この多分このちょっとハンドルじゃないやミラーの付け根にスペーサーみたいなのがないとうまくつかないかもしれない、いやない方がいいのかな、もしかしたらあなくてもつくか、なくても干渉してないな、うん、まあなんか私の場合このアクセサリーバーつけるように少し上がってるのかなとかな感じで、ちょっとこの辺の経緯覚えてないんですよね。なんか汚いですね、全然洗ってないんで。まあでもなんかこのスペーサーみたいなのの上につけてこんな感じです。実はもうなんか高さ的には実はこのスペーサーなくて直で一番下につけた方がこのハンドルから真下を見た時にちょっと、いやなんかあれですね、今でぴったりぐらいですね。ただこれ結構今までずっとハンドルカバーをつけてたんで、このナックルガードとかだと結構風はまだ来ますね、このぐらい隠れててもないよりはマシなんでしょうけど、ちょっとなんか思ったより風受けるんだなというのが使ってみている印象です。まあ全然この安物、後で Amazon のリンクとかをきっと貼ると思いますが、この安いやつで全然問題なくどこにも干渉せずつけれたんでいいですね。まあ気にするのはきっとこのブレーキと干渉するかどうかってとこなんでしょうけど、まあ特に干渉もせず余裕がある感じでつけれました。ちなみになんかハンドルカバーでずっとつけて、その蒸れるって言ったのが多分水分が多くて、これきっとサビですよね、アルミステンレス系のあの白いサビがハンドルじゃないブレーキレバーに浮いちゃってますね。うん、ちょっとこれ後でサビ取りで研磨すれば取れるかな、ちょっと気持ち悪いんだよな。あと特に変わったところというとあんまりないですけど、このインスタ3601X2 をつける用のマウントが今この右手の端の方アクセサリーバーのについていて、これちょっとうまく失敗したのがこの隙間に傷がついちゃいますね。これ振動するんでぶつかるんですよね。でこれ後から慌ててここにつけるゴム、スペーサーのゴムを買ったんですけど、もう傷がついちゃったんで、もう買ったけどまだつけてないです。そのうちつけようかと思ってます。あと浦和の月宮神社の交通安全の守りシール、あとはスマホマウントと GoPro マウントと時計、腕時計を適当につけてる感じですね。そんな感じで、あとは特に変わってないかな。うん、特に変わったところは他はない気がします。ああこのリアのラケットとつけるブックシェルフみたいなやつは相変わらず便利に使ってます。結構時々このブックシェルフに挟んだここに物を挟んでこれをこう引っ掛けて止める用のこのゴムつけてるんですけど、このゴムつけ忘れても
特に脱落しないんで、なかなか安定してつけてますね。よいしょ。ああ、汚いな。だいぶ汚れてますね。なんか今ちらっと映ったかもしれないですけど、なんかフロントに覚えのないし黄色いペンキがついてるんですよね。これ多分どっかに停車中に擦られたのかなって気がするんですけど、自転車かなんかですかね。なんかべっとりしていて軽く擦ったぐらいで取れなかった感じでした。現状はこんな感じです。またしばらく特にいじる予定はないですけど、ちょっとぐらい水拭きしてあげた方がいいかもなっていうぐらい汚れてきてますね。これちなみに今インスタ 3601X2 で撮ってるんですけど、こうやって適当に撮ってもきっと切り抜いて好きな画角で撮れるんで、きっと編集しやすいんじゃないかと思ってます。 GoPro でこの辺のやつを撮るときって結構苦労したんですよね。ちゃんと持ったとこ向いてくれなくて画角に入ってなかったりしたことが多くて、走行距離は今 1436.3 キロ。まあ最近長距離行かないんであんまり稼げてないですね。こんな感じです。最近の、あ、そうだ、一応ついでにおまけで、最近このこのホームセンボックスが蓋が気軽に脱落するんですよね。開けるときになんか勢い余ってポンと脱落することが多くて、これちょっとなんとかする手段を考えないとなと思ってます。今昔このこういうグルーガンで軽く止めたんですけど、グルーガンでやっぱりこの横方向の力に全然耐えられなかったんで、なんかもっと強力な何かでここのところを止めて、この横に移動して脱落することを防がないといけないかな。そうか、今株をいじろうと思ってるので検討してるのはそれですね。ちょっとこれ前に一回ツーリング中に風が強風 7,8 メートルの強風の日に蓋を閉めてたのに飛んで脱落したんで、結構切実ですね。これ交通事故の原因になりかねないんで、鍵まで閉めればそう簡単には脱落しないと思うんですけど、この蓋をガチャンって閉めただけだと一回脱落したことがあるので、かなり気をつけないとなって感じです。以上、最近のスーパー株でした。ちなみにカメラ類をツーリング仕様でフルにつけたらこんな感じになります。インスタ 3601X2 がまあ好きなところを好きな角度で撮るために、時々撮影するためのカメラで、下にある GoPro が常時タイムワープを使ってツーリングしたルートの前の前方の景色をまあ飛び飛びで記録しているものって感じですかね。で iPhone SE がナビゲーション用ですね。で今USB 電源バイクから撮ってるやつを GoPro にのみつけてるんですけど、まあ USB に2口あるんで、状況によってはインスタ360の方にもつけてもいいかもしれないですね。ただインスタ 3601X2 1時間以上バッテリー持つから、回しっぱなしじゃない限りは結構充電なしでいけんじゃないかなって気はしてます。こんな感じで撮影するつもりです。結局この状況にしてから一度もロングツーリング行ってないですけど、